キラーンって感じじゃないんですよね。ちょっともやっとこう反射してると、これ普通の虹色クワガタです。あ、出た。うわ、マジで、すげえ。どうもこんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。新しい耳かき買いました。これ早速耳かきしてみたいと思います。おー、入らない。はい、改めまして黒猫チャンネルの黒猫でございます。暑いです。10月入ったんすけども、本当に10月なの？暑いんすけど、暑いということで、まあ大人げなく暑い暑い言っちゃったんですが、皆様季節の変わり目なんでね、十分こう体調にはお気をつけて過ごしていただきたいですね。そして夜は動画見よう。ところでですね、早速本題に入っていきたいと思います。いきなり本題、こちらのクワガタが羽化してきておりますので掘り出ししたいと思います。待ってました。羽化したクワガタはですね、こちらです。はい、出たー。これはピカールですね。ゴールドピカール。ですね、虹色クワガタでございます。突然変異のピカール。ピカールケット。本形からですね、の類代になりますということですね。はい。虹色クワガタっていうやつはですね、普通はですね、こう胸の方まで光ってないわけですよ。こちらは我が家の虹色クワガタなんですけど、ちょっと見てみましょう。わかりますでしょうか？お腹、まあ、羽のところですね。羽のところはすごくピカピカでツヤツヤなんですけど、こちらちょっと光の反射がキラーンって感じじゃないんですよね。ちょっともやっとこう反射してると。これ普通の虹色クワガタです。まあ色はね、普通の色じゃないんですけど、普通の虹色クワガタっていうのはこの胸のところがですね、ちょっとこう、ツヤ消しな感じで光るんですよ。ところがこのピカールというやつはですよ、さっきの胸のところまでピカピカなんですね。そういう変異をした種です。で、幼虫で3頭ほど飼いまして、それがまあ全て羽化した感じ。なんですけど、今掘れるのはこの2頭ですね。で、とりあえずこの2頭をまず先行して掘ってみたいと思います。ピカール。どんなピカールなんだろう。しかもこれゴールドピカールですから、金色のピカールなんですね。すげえ楽しみ。はははははは。ということで、今日もね、めちゃくちゃ楽しみに掘っていきたいと思います。今日も動画頑張るぜ！やった！まずはこちらの子から掘っていきましょう。類代を考えてますので、まあ、できたらオスとメスとか出てきてほしい。ね。オス1、メス2だったら完璧なんですけどね。では行きますよ。さあ、どんな子が出てくるんだろうか。はい。はい。これはマットに変えたんですね。禁止で育ったんですけど、最後マットにしました。はい。羽化不全が嫌だったんでね。あれ？これマットかな？あ、マットだよね。いや、これ禁止だな。あれ？嘘ついちゃいました。これ禁止ですね。ごめんなさい。禁止が劣化したやつ。あれ？だよね。まあ、なんでもいいや。はい、とにかく、浮かしておりますので、ね、どんどん行きましょう。洋室繋がったんじゃないかな。そろそろ出ますよ。あれ？まだだね。あれ？あれ？出ました？あれ？出ました？これ。いや、出てないですよね。いました、いました。メスかな？オスかな？来い！さあ来い！どうだ？うわ、すごい、なんかピカピカなんだけど。はっ！おー、暴れてますね。お、ピカールなの？あ、ピカールですね。ちょっとゴールド入ってますか？完全に緑じゃないですね。ちょっとゴールド入ってるのかもしれない。いや、はい、このような子です。お、これ、
これメスですよね。え、メスか？これメスですよね。え、メスか？メスだよね。メスですよね。はい、ああ、いや、女の子だよね。男じゃないよね。女の子だと思います。腹筋運動してます。美人さんだね。はい、こんな感じ。どう？ピカールですね。あ、ピカールだね。あ、キラキラ。うん、間違いなくピカールだと思いますね。はい、このような子がまず出てきました。これ、メスですよね。なんか26とかとはね、ちょっとちっちゃいオスとかいうこともありますので。あ、でもこれはメスでしょ。ね。ね。はい、一匹目これです。結構でかいですよ。よし、続いてこちら行きましょう。チラッと見た感じではね、オスなんじゃないかなと思ってます。はい。大きいしね。うん。かなりね、体重も増えたんで、オスなんじゃないかなと。まあ、できたら立派なオスがいいですよね。さあ行きましょう。いやー、緊張するな。ドキドキです。よっ。これやっぱりね、禁止からマットに変えてますね。羽化不全対策でもありますし、うん、だいたい禁止からマット、最後ね、羽化の直前マットにするとね、まあ、暴れがね、少なくて済むんでね。ということで、これマットですね。はいはいはい、マットでございます。あれ、結構片詰めしてる。いや、ちょっとね、ドキドキしますね、ほんと。洋室がここですね。まだまだです。よいしょ。届け、洋室。どうだ？あ、洋室崩してます。あ、出た！うわ、マジで？すげえ！待ってくださいよ。この世のものとは思えないぐらいの、これ人形ですか？いや、本物ですよ、これ。すごいんだけど。これがピカールか？いや、すごい色。なんかめちゃくちゃすごい色。あ！オスですね。立派です。あ、金色だ。おお！なんだこれ、すげえかっこいい。やべえ！やべえ！なにこれ？見たことない、こんなの。いや、ゴールドピカールですね。完全に体が金ってわけじゃないんですが、確かにね、こう、ピッカピカピカールです。うわ、マジかっこいい。どうしよう、これ。すげえんだけど。いや、これ、映像じゃ再現できない。この、なんていうかね、すごいです。めちゃくちゃかっこいいな。はい、こんな子が浮かしております。ちょっと大きさ測りましょう。で、後でじっくり見ましょうか。すげえの生まれました。やった！いや、これ夢ではないですね。どうしよう。映像じゃ再現できない美しさなんですけど。ちょっと伝わらないかな？めちゃくちゃすごいです。なんというか、ほんと。この反射具合が半端ないです。では、測ってみましょう。よし。ね。痛い痛い。痛いね。新設中だからね。はい。いきます。こんな感じかな。あ、こんな感じだね。この子のサイズなんですが、50.7。あ、50ありましたね。いや、よかったよかった。めちゃくちゃ小さい虹色ではありません。いや、すっご。信じられない。アンビリバボーです、これ。いや、すっごい。もう半端ない、これ。どうした、これ。いやいや、ちょっとライト。ライトで照らしてみよう。あー、難しいですね。これを再現するのは難しい。金色ボディですね。あー、ゴールドピカール。いや、すげえ。すげえわ。はい、ちょっと観察してみましょう。わかりますでしょうか？この光具合。画面越しに見るとちょっとやっぱ違います。やっぱ実物は信じられないぐらいね、光ってます。ピカール血統。いや、感無量ですね。このような子です。うわ、すご。ラメってる。角も結構立派ですね。
立派に角もね、浮かしてくれたと思う。あ、角じゃなくて顎でなんですけど。はい。まぁ、ちょっとね、やっぱりめちゃくちゃでかい子ではないので、ただまぁ、中型の子をね、角してて結構かっこいいです。あ、今、しがみつけてないんですね。いや、すごいな、これ。ほんと。マジで。これ、あのね、胸のとこ見てください。この胸の光を。これがピカールですよ。すげえ。絶対増やします。もうめっちゃやる気出てきた。モチベーション上がりますね。こんな感じです。どうすか?うわ、すっごい信じられない。いやー、いいですね。やったですね。買ってよかった。やった!はい。ということで、お疲れ様です。今日の動画はここまでですね。ということで、ピカール、やっと浮かしました。かなり待ちましたね。だいたいこれ去年の12月ですね。それぐらいに購入してる子なので、ね、1年は経ってないですけどね。かなり待ちました。ブリードはまだまだ先ですね。26話からすごく長寿なので、まあ、じっくりこうね、ブリードしていきたいなと思っております。どうですかこれ。完璧。最高。はい。またよかったらね、コメントで感想お願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ピカール。かっこいい。Yeah.